1960年6月15日、国会議事堂周辺は10万人を超すデモ隊で埋まった。与党自民党は衆議院に警官隊を導入し、野党の議員たちを排除した上で、アメリカとの安全保障条約を強行採決した。時の首相、岸信介は1ヶ月後辞任した。条約に反対する人々のデモが、この日も国会を囲んでいた。午後7時、一人の女子学生がデモの最中に死んだ。東京大学4年生の神場美智子、22歳だった。この60年安保闘争の敗北後、日本の学生運動の中心は共産党や社会党と完全に袂を分かち、内部で分裂していった。1966年5月、中国共産党では毛沢東による権力闘争、文化大革命が始まった。その主役は大学生や高校生だった。日本では7月、政府が国際空港の建設地を千葉県成田市の三里塚に決定、一方的に土地の明け渡しを命じた。そしてこの時、全国の大学で学費値上げ、学生会館の運営、職員の不正など、さまざまな問題が噴出し始めた。すべての学生諸君、今、この明治大学は、教育の場ではなく、出勤の場になろうとしている。大学、我々学生はもはや教育の対象ではなく収入の対象に過ぎないのだ。そもそも授業料は卒業まで変わらないはずではなかったのか。納めならないものは一体どうすればいいのか。学長の小出や理事長の武田は我々学生から学ぶ権利を奪おうとしている。明治大学の学費値上げ反対闘争は敗北した。学生自治会のリーダーが密かに学校側と取引をして学費値上げ案を受け入れたためだった。しかし全国で起こりつつある大学紛争はある政治党派を復活させた。60年安保闘争で重要な役割を果たした共産主義者同盟、略称文徒だった。明治大学を拠点の一つにした文徒は、系統が異なる中核派、解放派などの学生組織と手を組み、いわゆる三派系全学連を組織した。この年から翌年の68年にかけて、学生運動はこの三派系全学連を中心に展開していく。私、昼間はキリンビールに勤めてるんです。母は昼の学部に行けって勧めてくれたけど、私、幼い頃に父を亡くして母の苦労を見ているから負担をかけたくなくて、あまり活動できないかもしれません。実はね、私もキッコーマンで働いていたのよ。10月8日、佐藤首相のベトナム行きに反対する学生たちが機動隊と激突した。死者1名。彼らはさらに戦闘的になった。
1968年、日本は高度成長の頂点に立ち、アメリカに次いで世界第2位の経済大国になった。だが数年前にいくつかの大学で始まった学校側と学生の対立は、今や数多くの大学に広がっていた。この年から翌69年にかけて、紛争を抱える大学は全国で112に上った。その中にどの政治組織にも所属せず活動する者たちが現れた。ノンセクトラジカルと呼ばれる無党派の学生たちだった。陛下、ベトナム戦争を歴史的な軸として、中国では文化大革命が権力を解体しつつある。フランスでは五月革命、カルチュラタン闘争がドゴールを追い詰めた。アメリカではベトナム反戦運動と黒人公民権運動がジョンソンを退陣させた。世界で同時に資本主義からの脱却が始まったってことや。今や世界は革命への過渡期にある。各国で起きていることが同時に一つの世界革命、つまり世界革命戦争を引き起こすとあるんや。この革命戦争は防御、対峙、攻勢という発展的構造を持ち、ベトナム戦争はまさにその対峙段階なんや。ブルジュアによって仕掛けられたその対峙段階から、プロレタリアートが主体となる構成段階を創出することが我々の革命的任務なんや。1968年10月21日、国際反戦デーのこの日、学生と市民が新宿の繁華街で警察と激しく衝突した。米軍の横田基地へジェット燃料が補給されるのを阻むためだった。この夜、その燃料輸送の実力阻止を訴える学生たちは新宿駅を占拠、警察は騒乱罪を適用した。暴動を鎮圧するための法律だった。1969年1月18日早朝、東京大学の本郷キャンパスに約8500人の機動隊員が入った。安田講堂とその周辺の建物を占拠する全教頭の学生たちを排除するためだった。学長代行の加藤一郎は文部省からその年の入学試験を行う最終的な条件として、バリケード封鎖の解除を求められていた。安田講堂の封鎖を支持する学生たちによって、お茶の水駅周辺の大学内にバリケードが築かれた。いわゆる神田解放区闘争だった。激しい抵抗により、安田講堂に籠城する学生たちの排除は翌19日に持ち越された。荒木さん、あんた東大の件どう総括してるんや。大学闘争は衰退的局面に入った。
大衆運動の基盤としての大学はすでに消えつつあり、今後は労働者、市民が闘争の中心的な役割を担うだろう。したがって彼らを巻き込む広範囲な街頭闘争によって大学闘争を乗り越えていかなければならない。僕が聞きたいのはそんなことやない。あんたあの時高原たちに機動隊が入る前に安田高度から出ろって言うたやろ。そのまま出とったら分とは敵前逃亡したことになったんだぞ。角丸のような笑い者にならずに済んだんは高原や荒があんたの指示に従わんかったからや。あんたの状況判断間違ってたんや。安田高度への籠城そのものは戦闘的なプロパガンダに過ぎない。それは今でもそう思ってんだ。政治局の指示に従えないのならお前たち責任取れるのか。なしおみ君、これ以上分派活動を行うんだったら政治局を辞めるんだな。そんな問題はない。去年の 10.21 以降の戦いをどう総括して今度の428にどう取り組むか、それが問題なんや。政治局の方針は決まってる。大衆運動としての武装闘争だよ。いや、精鋭的な部隊による武装蜂起がなかったら意味がない。今はまだ革命的高揚期ではない。武装蜂起なんて早すぎる。なし、尾身君、そんなに跳ねるなよ。そんなこと言ってて革命ができるのか。今度の428はあらゆる武器を使ってやるべきだ。みんな死ぬ気でやってんのや。あんたら革命がない。なんだだろう。4月28日は17年前にサンフランシスコ講和条約が結ばれ、アメリカによる沖縄の統治が始まったことから沖縄デーと呼ばれていた。この日東京では沖縄の返還、安保条約の破棄を求める集会が開かれ、10万人余りが参加した。全国から集まった学生や一部の労働者は中央官庁が並ぶ霞ヶ崎選挙を叫び、東京駅から新橋駅の線路上を歩いた。だが機動隊の壁は厚く、行方は阻まれた。その結果をめぐって分と内部では見解が完全に割れた。塩見たち関西派は軍事路線を主張し、さらぎ議長を中心とする関東派はそれに反対した。対立は決定的だった。7月2日、さらぎたち関東派は赤軍派の結成に動き出した関西派の解体と塩見たちの追放を検討し始めた。連れてくれ。おい、サラギさん、サラギさん、サラギさん。死ぬな。
こんなの革命じゃないよな。重信は頼むからここに残っていてくれ。お前ら自分たちのやったこと分かってんのか。サラグ議長はあんなめちゃくちゃにしやがって。サラギさんはな、意識不明の重体でパクられたんだぞ。何が叫ぶんだ。下げやがって、自己批判しろ。関西とっとと帰れ。帰れないんだったらコンクリート詰めにして東京湾に埋めてやるぞ。この野郎、黙ってねえで何とか言え。この野郎、これでも受けバボは持てないぞ。関東派は市長見たちを人質に取り、関西派に解散と自己批判を迫った。しかし残った関西派の幹部たちはそれを跳ねのけた。関東派には塩見たちをそのまま監禁し続けると警察の介入を招くのではないかという不安が高まった。だが関西派が条件を飲まない以上、塩見たちを解放する大義名分も立たず、彼らの存在を持て余すようになっていた。先行くぞ。全国に拡大した大学紛争に、翌年の日米安保条約更新を危惧した与党は、1969年8月4日、大学の運営に関する臨時措置法を強行採決した。この法律により、文部省は紛争中の各大学に閉校や廃校を示唆、警察力による大学自治への介入が始まる。戦争宣言、ブルジョワージー諸君、我々は君たちを世界中で革命戦争の場に叩き込んで一掃するために、ここに公然と宣戦を布告するものである。そう、我々はもう騙されはしない。君たちにベトナムの仲間を好き勝手に殺す権利があるなら、我々にも君たちを殺す権利がある。そうだ。君たちにブラックパンサー同士を殺害し、ゲットを戦車で押し潰す権利があるなら、我々にもニクソン、佐藤、キッシンジャー、ドゴールを殺し、ペンタゴン、防衛庁、警視庁、君たちの家々を爆弾で爆破する権利がある。行きなー。いつまでも君たちの思い通りになると思っていたら大間違いだ。その通り、万国のプロレタリア団結せよ。革命戦争宣言をここに発する。プロレタリア諸君、全団結発起、世界革命戦争に勝利せよ。勝利せよ。
11月5日早朝、山梨県大菩薩峠の山小屋福ちゃん荘で赤軍派のメンバー53人が一斉検挙された。彼らは大学のワンダーホーゲル部の合宿を装い、前日から近くの山の中で爆弾を使う軍事訓練をしていた。訓練の目的は首相官邸の占拠だった。この日、結成から3ヶ月足らずの赤軍派は壊滅的な打撃を受けた。11月17日、佐藤首相は日米安保条約の延長を話し合うためアメリカへ出発した。この訪米を阻止するための闘争が繰り広げられ、2093名が逮捕された。お久しぶりです。ドライヤー、板金工場に潜り込んで労働者を組織化してます。労働者の組織化なんて言うて、本当は何もしてないし、行くとこもないんと違うか。復帰したいそうだが、本気か。はい。大菩薩で上野と八木がやられた。その後花園もやられた。残ったのは俺と塩見さんと高原ぐらいだ。とにかく人が足りない。 7.6 敵前逃亡、自己批判しろ。きちんと自己批判して一兵士としてやり直すなら許してやる。お願いします。何でもします。おい、次は日和だよ。変わります。高丸ら赤軍派9人が日本で初めてのハイジャック事件を起こした。彼らの目的は秋の武装蜂起のために北朝鮮へ渡り軍事訓練を受けることだった。淀川ハイジャックの成功に恐れをなした警察は赤軍派のメンバーとみなす人間をなりふり構わず逮捕していった。その数は200人を超えた。赤軍罪という言葉が生まれた。高原、凶器準備集合罪で逮捕する。1970年6月23日、日米安保条約は自動的に延長された。条約は発効後10年経ったこの日から、どちらかの政府の意思表示により1年以内に解消できた。しかし、日本国内の基地をアジアの軍事拠点とするアメリカにも、アメリカへの輸出によって経済を支える日本にも解消の意思はなかった。日米安保条約はいつしか日米同盟と言い換えられるようになり、現在に至る。三重子、高原君がパクられたのはあんたのせいじゃないよ。公安の罠だったんだ。元気出しなよ。
風が強いわね。でも私はダメ。どうしても引きずっちゃうわ。みんないなくなっちゃったんだから、私たちが頑張らないと。なんとかしなくちゃ。頑張ろう。なんとかなるわよ。あ、久しぶり。久しぶりね。ありがとうございます。革命左派は中国で進行中の文化大革命に同調する川崎、横浜のグループから武力闘争を唱えて分離した集団だった。彼らがこの日交番を襲ったのは警官の拳銃を奪うためだった。何やってんだ。計画ではその拳銃を使って裁判所の送迎バスを襲い、逮捕を起訴されていた最高幹部の川島剛を逃亡させる予定だった。だが結果は活動家の射殺に終わった。日本で左翼の活動家が警官に射殺されたのは戦後初めてだった。私たち革命左派はこの間政治ゲリラ闘争を持続的に展開し、アメリカ帝国主義の存在を暴露してきました。米日反動の日本人民支配はまさに全国に張り巡らされた米軍基地によってなされています。したがって米軍基地への攻撃こそが政治ゲリラ闘争の根幹です。昨年の 11.21 日米共同声明は反共反中国を軸とするアメリカの外交戦略を日本が追認するだけではなく、大東亜共栄圏の復活を目論む日本反動の新たな侵略意図の露呈以外何者でもありません。私たちの反米愛国闘争はこういった情勢の中で打倒すべき敵を明らかにし、日本革命の実現、民族の真の独立に向けた一歩を確実に歩んでいます。そして芝野同志の英雄的な戦いによって、私たちは今や人民の新たな結集を勝ち取ったのです。我々赤軍派はこの間過渡期世界における共産主義運動は世界革命戦争であると規定して、一貫して連続放棄と国際根拠地を追求してきた。一気的な権力奪取としての放棄は、それは即決戦の陣形であり天の概念であるのに対し、革命戦争は持久戦の陣形であり長期の過程を経た敵権力粉砕、革命権力樹立という性格を持った極めて連続的な概念である。この連続放棄を勝ち取る者として、我々は世界と世界赤軍世界革命戦線の人権構築をこの対峙段階のメルクマールとしている。我々はこれを党が軍を作り、軍が党を作る武装闘争として展開していく。我々はその権力によって虐殺された芝野同志の意思を断固受け継ぐつもりです。森さん、もし赤軍派に銃があるならばそれを譲ってもらいたい。我々赤軍派も集中的な弾圧を受けてるけれど、そちらも相当やられてるんじゃありませんか。まあお互いウルトラ過激派なんて呼ばれてる身の上ですからね。なあ。
政治局が崩壊した以上、武装闘争は党派としてではなく、それぞれが独立し、鉄パイプ爆弾を武器とするゲリラ部隊で行うべきだ。この春の前段階蜂起は、その力を広範囲に結集すれば達成できる。それに分散化した部隊の方が、権力の集中的な弾圧から逃れやすい。いや、武装闘争は今後この中央委員会が指導していく。党派制の喪失は赤軍派の解体を見せた。おかお前は爆弾がいくらあってもゲリラ戦は勝てないんだよ。ゲリラ戦には銃が必要なんだ。政治家では爆弾の開発は違う。いなし、いか、我々は春の全段階放棄よりもまず党の武装化を視野に収めなければならない。そのために中央委員会の下で軍事闘争を行う中央軍、乗船や公然活動を行う革命戦線に組織を明確化したい。バンド、大西、松田、お前ら3人で軍の部隊を組織してくれ。頼んだ。青戸、お前は革命戦線と中央軍との連絡役だ。いいな。重信さん、重信さんは国際根拠地下委員会をお願いします。いいですね。すでに赤軍派を設立した幹部はほとんど逮捕されていた。その結果、組織の実権を握るようになったのは、赤軍派が誕生する直前に逃亡し、半年ほど前に復帰を許された森だった。森は淀号をハイジャックしたタミヤのかつての直系メンバーで最年長だった。電報です。塚田さん、電報ですよ。電報です。所有性を否定し、革命資金を獲得し、党の軍事化、軍の政治化を進める。もうすぐ三里塚で強制大施行が始まり、千葉県警は警備を三里塚に集中する。だからまずその隙を狙うのだ。 M 作戦を実行する。異議なし。ねえ、なんか喋ってよ。いつもの美恵子らしくないよ。
奥平さんって呼ばれてもまだ自分じゃないみたいだけど、とにかく奥平君の戸籍でパスポートが取れたんだから、公安に嗅ぎつけられないうちに行くことにしたのよ。我々は今後ここを拠点に遊撃戦を行う。警官に虐殺された芝野同士の革命的精神を受け継ぎ、張り巡らされた権力の監視基地、交番を粉砕し、警官の拳銃を奪え。警官の拳銃を奪い、その拳銃で戦うことこそがまさに人民革命への第一歩なのだ。我々は赤軍派と共闘し、銃による殲滅戦を貫徹する。いいらし。1971年7月15日、赤軍派と革命左派統一赤軍を結成。1ヶ月後、獄中の革命左派議長川島郷の意見により名称を連合赤軍に変更。向こう山の反革命によってここが敵権力に知られる恐れが出てきた。直ちに次のベースへの調査を始めなければならない。誰？永田です。
人出たわ。それで小袖ベースも演山ベースも使うのが危険になってしまった。今他の場所を探してるのよ。革命をやるには一人一人が革命軍の兵士たる自覚を持ち、自分自身を客体化する必要がある。実は俺たちも同じような問題を抱えている。我々はなぜ自然成長的であり経験的であったか。それは我々の生成赤軍派の誕生そのものが官としての戦術をめぐって存在したこと、歴史的な日本のハンスタ共産主義運動トロッキズムの伝統のもとに世界プロレタリアート独裁を目標とする戦略戦術論にとどまっていたこと、言い換えれば現に自国帝国主義世界帝国主義打倒と社会主義を同時一体的に獲得しつつある過渡期世界の階級闘争世界革命戦争の戦略問題を獲得するには我々自身の生成発展を含めた世界共産主義運動の歴史的論理的な根底的総括共産主義論戦略戦術の獲得によって初めて自らの自然成長性経験主義と戦うことができるということである。あんたたちいつまで起きてんのよ。眠りやしない。もうこんな生活や。よしよしこ待って落ち着け。大丈夫だよ落ち分かったから。よしこもうやだ落ち着け。よしこよし落ち着けって。連絡役は大変かもしれないけど重要な任務なんだ。革命を実現するためにあなただけじゃなくてみんな厳しい任務になってる。そうやってこれまで作戦を成功させてきたじゃないか。これからも一緒にやっていこう。でもこれから殲滅戦が始まれば今までのようには行かなくなるんだ。もっと過酷な任務や思いがけない試練が待ってるに違いない。それが革命をやるということなんだ。だからうちに帰りたければ帰ってもいいし、どこかに行きたければ行ってもいいよ。とにかくあなたはどうしたいんだ。希望を言ってくれ。私はリュウちゃんといた。スパイ密告者脱走者は断固処置する必要がある。そういった過程を通して我々自身を飛躍させなければ銃による殲滅戦は貫徹されないんだ。この前おじさんちでデカに会ったんだって。何話したの教えてよ。別に何も。ねえ飲みなよ。はい、いやいいです。それじゃあ俺これで借りますんで。よう向山元気か。人と会う約束がありますので帰らせていただきます。今ゆっくりしてけよ。大事な約束なんで。誰だよ。デカか。やめろ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 。その前に何か言わせたか。え？自らが犯した誤りを認めなければそれは単なる死だ。きちんと総括させて自己批判させなければ革命的な死にはならないぞ。確かにそうね。それで
赤軍派の方の問題はどうなったの？するからやっぱり私も山に連れてってお願い。持原は処置したんだろうな。俺の弟たち。加藤家の革命左派3兄弟ね。頑張って。はい。みんな任務に出てんの。今私たちだけよ。よし。おい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 、先越されたな、中核の奴らに。中核もやるじゃないか。川島、逮捕状だ。はい。松本が火をった。何やってんだ。私たち山を越えて南アルプスへ行くんです。ああ、そっか。何かあったら上の小屋使いなさい。ありがとうございます。どうしたの、その学校。ビールちょうだい。キン君久しぶり。でももうしばらく会えないかも。いよいよ潜るの、地下に。地下の中央部にずっと編入してくれって頼んでんだけどさ、なかなか聞き入れてもらえなくて、どうも疑われてるみたいなんだ
くようしてもしょうがないじゃない。元気出しな。これからが私たちの出番よ。沖縄が返還される来年の5月までに本格的な戦闘が始まるのよ。身震いするほど厳しい戦いになると思うけど、私やる。空気入ってんな。私自身もう一度赤軍兵士として生まれ変わりたいと思ってるの。僕も早く呼んでくださいよ。あんまり落ち込んでちゃダメよ。まず全体会議を始める前に追悼問題を提起したい。革命さんこの荒倉ベースが途中水のない尾根で一泊しなければならない工程であるにもかかわらず、誰も水筒を準備してこなかった。幸い我々の補給によって事なきを得たが、これは場合によっては共同軍事訓練の実施を危うくしたかもしれない重大な誤りである。我々はまずその革命的認識の欠如について自己批判を求めたい。確かに水筒については我々の認識が甘かった。これまでのベースで水の問題が起きたことがなかったので、皇帝が途中尾根で一泊と聞いても考えがそこまで及ばなかった。そういった認識不足が訓練計画そのものを破壊しかねないものであったことを認め、自己批判します。今後は革命的認識をさらに高め、銃による殲滅性を戦い抜きます。いきなし。行きなし。よし。よし。よし。
山さん、あなたなんで山に来たの？なんでって、軍事訓練に来ました。違うのよ、あなた自身どんな気持ちで来たかということよ。私は革命戦争をさらに前進するために自ら軍人になり革命戦士になる必要を理解したから。世界革命戦争の持久的大義大会においては先進国における革命戦争の発展が必要である。あなた自身どんな気持ちで山に来たの？あなたは自分自身のことちっとも語ってないじゃない。なんで山に来たの？何を言えばいいの？私たちが聞きたいのはそういうことじゃなくて、もっと実際的なことです。私たちが聞きたいことは、どうして革命兵士になろうとしたのかということです。革命戦争を担うためには軍の質を獲得し、軍の質で行動しなければならず。違うんだな、もっと現実的なことなんだな。極めて現実的なことなんだな。それじゃあなんで今朝化粧してたの？山に来てどうして化粧する必要があるの？なんで髪の毛を伸ばしているの？これは前は髪が短かったし、警察もそれを知ってるから非合法活動のために伸ばすことにしたの。それならカツラを使えばいいじゃないの。伸ばす理由は他にあるはずよ。なんで伸ばすの？小山さん、どうして指輪外さないの？これは母から譲られたもので大事なものなんです。あなた会議の最中に髪を溶かしたりしてるじゃないの。彼女はまだ兵士になったばかりで、また我々も女性問題が解決しきれていない。問題の提起を積極的に受け止めます。これはきっと都市アジトと山岳ベースの違いであり、赤軍派と革命派の作風の違いだと思う。あなたたちはこの山に来て何をした？何もしてないじゃないの。赤軍派は何も分かっちゃいないのよ。こんな立派な山小屋があるし、食料だってたくさんあるじゃない。山岳ベースでの生活はこんな簡単なものじゃないのよ。これじゃ革命左派が今まであんなに苦労してきた意味がなくなるわ。このままじゃとても一緒にはやっていけません。我々は革命左派による遠山批判を赤軍派全体への批判として受け止める。革命左派の相互批判、自己批判は自然発生的なものであっても、共産主義家という観点からは評価に値し、今後はその観点から個々の革命運動への関わりを提起しなければならない。相互批判を通して一人一人が共産主義化することによって銃による殲滅戦は勝利できるのだ。いきなし。従って遠山同士がこれまでの活動を総括し、共産主義化できるまで山から下ろさない。我々は全員で同志遠山の総括を援助し、彼女自身も総括できるよう努力しなければならない。それ以外に総括が必要な者全員総括を要求する。任務以外で山を降りる者は処刑する。異議なし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 。えい、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 え
丈夫だから早く来い。声出せ声。もう少し。早くしろ。だらしないぞ。もう少し。もう少し。待て。山田さん、交代お願いします。分かった。お疲れ。お願いします。こんなところに傷がついてる。銃の管理は進藤の担当だったな。進藤！その傷を見逃した責任は重いぞ。人はずっと一緒に活動してきたから俺に言いたいこといっぱいあるんじゃないのか。構わないからどんどん批判してくれ。俺はこれまでの活動をちゃんと総括したいんだ。ああ、あるある、うん、山ほどある。ねえ上垣さん、総括ってどうやるの？わかる？そう言われても別に決まった方法があるわけじゃないから。遠山さん、あんた全然分かってないじゃないか。総括を人に教わることなんかできない。自分にとって何が一番革命的な課題かを自分自身で探り出すのが総括なんだ。それから進藤、銃の傷すら見つけられないお前に上垣を批判する資格があるのか。上垣を批判する前にまず自己批判しなきゃならないことがたくさんあるだろう。二人とも訓練によって総括しろ。味方、お前はだ。三人ともこれまでの戦いにどんな意識で関わったのか、その意識とはどんな意識だったのか、それをこれからどう使用していくのか、それを考えろ。走ってかい。意識が遅れてるから甘やかしちゃダメだ。みんなで彼らが総括できるように指導していく。彼らが総括できるかどうかお前たちにももちろん責任がある。総括官です。おーよしよしよし、革命戦士になるぞ。おー、これから彼らを一人ずつ呼んで結果を聞く。だが総括の内容はあくまでも彼ら自身に言わせなければ意味がない。訓練によって何を獲得した？私は生まれ変わって革命戦士としてゼロからやり直そうと思います。ダメだ。そんなことは総括でも何でもない。もっと主体的に総括を続行しろ。はい。これまでの活動をどう総括した？特にお前がパクられた東大安田コードの戦いをどう位置づける？全く総括ができていない。僕は今まで殲滅戦に向けて曖昧な気持ちがありました。でも訓練を通してそれを拭い去ることができました。違う！お前は持原義子を通して赤軍派中央軍を重大な危機に陥れたんだぞ。そ
それを総括しないで何を総括するんだ。お前も続行だ。ソヤオさん、ソヤオさん、もうちょっとだ、頑張って。ソヤオさん、しっかり。革命沢の春菜ベース行く。1週間したら戻ってくるから、それまでに総括をちゃんと終わらせておくんだぞ。遠山はパレスチナのシゲロムに金を送ってるはずだ。そのルートと金額を聞き出してくれ。たぶらかされるのか。遠山さん、シゲノムさんに連絡するときはどこへ手紙出すの？金も送ったんでしょ。いくらぐらい、どうやって送ったんですか？森さんが知りたがってるんだ、教えてよ。俺たちに言えないのならこれに書いてください。封筒に入れて森さんに渡すから。まず徹底的な会議をやろう。1年前、革命沢による 12.18 神谷勝古豪湾襲撃闘争は、敵との攻防がまさに殺すか殺されるかであることを提示し、銃による殲滅戦を勝利するには武装を勝ち取ることが革命的方法論であることを明確にした。引き続き戦われた 2.17 マオカ銃奪取闘争は、この 12.18 神谷勝が闘争の実践的総括として戦われたが、この銃による革命奪取による革命化された銃は敵の集中的弾圧を試験させ、徹底的に殺すか殺されるかの戦争状態の中で銃を守る戦いを要求した。革命さんは自然発生的に山への撤退戦を戦い、銃を守る戦いを貫徹してきたが、銃奪取戦の実践的総括、最終的には銃による殲滅戦へと至るこの過程の中で、我々は今一度各々が革命化されているかどうかもう一度認識し議論しなければならない。まず今日はその議題において各々が真に殲滅戦に至る過程が確保できているかどうか各々にもう一度問いたい。したがって赤軍派と革命沢が別個の主体として共産主義化を勝ち取るのではなく、銃と連合赤軍の地平において同じ主体として共産主義化を貫徹すべきだ。うん、異議なし。帰りなさい。兄ちゃん、お帰り。私は革命左派指導部に絶対の信頼を置く者である。12月18日板橋公会堂で開催された芝野同志虐殺弾劾追悼1周年集会は、銃による殲滅戦へ向けた偉大なる一歩であった。しかり指導部は主催者名から革命左派の名を下ろし、かつ予定外の発言を求めた。さらに集会を準備した
合法メンバーに対しては分派主義と規定した。合法メンバーは指導部からの指示に従い 12.18 集会を開催したのであり、何ら批判の対象とはならない。今こそ獄中合法軍の結束を強化し、銃による殲滅性を貫徹すべき時である。よって集会を混乱に陥れ、合法メンバーを分派主義と規定したことに指導部の自己批判を求める。加藤君、先月これまさでパクられたのに、なんであんただけ23日で出てこられたの？完全に黙秘したからだと思います。刑事と雑談ぐらいしただろう。